大宮のスピード感おかしかったですか？そうっすね。だいぶおかしいっすね、あれは。ストレート投げても120キロとか表示されてたんで、結構やりにくかったっす。相手もやりにくいんじゃないですか、多分。バッター側も何投げてるかわかんないみたいな。